まないゆうです。今回は久しぶりにでもないか、初ドラのガチャ動画っていうかバレンタインガチャが来たので、サブアカの方でバレンタインイデアルが欲しいということで、石のある限り引いていこうかと思います。あんまり季節物って出る気しないので、無料分から引いていきます。期待してない。バレエでも来る気がしない。これよりもなんかセイナとか出る式紙、引いた方が賢い気がします。でもバレンタインガチャ引くんですよね。これが27回か。出る気しない。サクサクいこう。バレエでってS ランク取りに行く時とかにちょっと欲しい。すいません出たバレエで出ました。どうしよう。バレンタインガチャここで終了しますね。さっき言ってたセイナとか出る式紙の方を引きます。ありがとうございます。嬉しい。ポロッと出ましたね。ありがたい。ではこっちのラインナップ見てから、セイナが 1.5%。 ちなみにバレエで 1% でよく出ましたねいやーびっくりした。バレンタインはそんなに欲しい子がいないですね。ほんとイデアルだけ欲しかったので困ったな。けど式紙をこれもうちょっと引く気がしないんですけど、どうしましょう本当にあれーいいか。引き続きバレンタイン引きます。あと24回 S ランク取る時にバレエでと闇のイデアルとかでサブ抜いてやったりすると、ほぼほぼ S ランク取れたりするので、でバレンタインのスコアなんかありましたよね。あれもこっちはこんな感じでクリアしたのと、本赤の方が、闇のイデアルと進化前の無惨、でこんな感じでクリアしたかな。ありがとうございますね。いや意外とサクッと引いてしまったのでちょっとびっくりしてるんですけども、ハプニングだ、いい意味のハプニング。この間のバレリア4体はちょっときつかったんですけど、ダイヤ出てきてくれるような。何この子、新しい子。変身するのなんかいろいろ出過ぎてて、ちょっと勉強がついていってない感じですね。結構ダイヤが出てきてくれるけどかぶってる。出てきてくれちゃうと本当びっくりしちゃいますよね。絶対出てこないと思ってたので。今サブアカの方回してるんですけども、本アカの方は交換でいいかなとか思ったり、なんか次のコラボもよくわかんないですよね。マーベルコラボ、あんまりなんか興味が湧かないと引かないかなみたいな。個人的に呪術廻戦とコラボしてくれないかなとか思うんですけどね。そしたらもう五条先生バーって。けどパズドラって結構コラボ遅いのでどうなんでしょうね。またかぶってる。さあ残り3回、ダイヤが出てくれたらあんまり期待できない。季節物は基本的に追いかけちゃいけない。最後、ダイヤ出ないかな。出ない。29回イデアルがすごい。イデアルとネイ、まあけど無事に弾けてますから、よかったということで、とりあえずこれでサブアカにもバレエデを持たせてあげることができたので、よかった。本アカの方を無料分弾いてみよう。やっぱり金。あ、ダイヤ。さあ何が出るかな。あ、櫛灘さんね、使うのかよくわかんないんですけど、あきねちゃんっていうのは交換しとこうかなとかとは思いますけどね。次のコラボなんかこうできればほんと呪術廻戦とか来てほしいんですけどね。何気に見たら買ってしまったやつです。ついでだから名場面シーンのシールが入ってるらしいので開けてみよう。さあこれは何が出るんでしょうか。どうやって開けるの。ハサミ。個人的に五条先生が大好きなんですけど、なんかおっちゃんですよね。おっちゃん、強いおっちゃん。お上手にせえてなかったな。はい、こんな感じでパズドラバレンタインガチャ引いてみました。これから引かれる方はぜひご参考に。それでは最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画よろしければ評価、いいね、グッドボタン。まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして私もないゆうTwitter と Instagram やっておりますので、概要欄よりフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。